聖テオフィロ女子校連続殺人事件かな、多分。実況プレイ始めていきたいと思います。学校で突然流行ったなんか怪事件かなんかを調べてって、友達が消えてしまったのでそれを助けるらしいですね。初めから連このゲームの PV 兼オープニング動画を見ますか。閲覧すると登場キャラやゲームの雰囲気がわかります。あ、絶対見よう。1分27秒かかるらしいです。見よう。すごい声かっこいい。ねえ、知ってる？学校の階段を調べると階段に連れてかれるって話。なんかあったかい曲ですね。うわ、怖っ。息苦しい全てが、この空気が、この世界が、ああ読めなかった。早いわ。つつがザンクザンク女子高生。みとつかいはちザンクの友達。ただ生きてなすべきことを果たして。なんだこいつ。ルーク担任の先生、ネル、ルークネルソン。びっくりしてる。真面目すぎる風紀員、対馬葉桜、ヤシオ悲願、なんだろう。うわ、カラーコーンの怪人、怖っ。瞳様、デッドマンの怪電波。あ、こういうの、うわ、怖っ、怖っ。うわ、怖っ。よし。いやー、何これ。聖テオフィロ女子校連続。うわ。このゲームには恐怖を与える表現が含まれています。心臓の弱い方はプレイをお控えくださいってことかな。ねえ、知ってる？学校の階段を調べると階段に連れてかれるって話。隣のクラスの〇〇ちゃんも階段を見てしまったから連れ去られちゃったんだって。〇〇さんまだ見つかってないの？学校から出た後もなくて校内で消えたって本当？水槽の中の魚のように暖か、緩やかにだった。窒息する時を待つだな、けだなんて。なんだろう。先生たちは捜索中です。安心してくださいって言うけど、まるまるさんの失踪にこの怪人騒ぎを。どうやって安心しろと。幽霊とか悪魔とか信じてなかったのに、昨日怪人を見たんだって怯えてそれっきり。学校の階段はきっと何かを隠してるのよ。まるまるちゃんは見てはいけないものを見たのだわ。このまま学校で、この水槽で、私もいつか死ぬのかな？誰の目線なの？これまるまるちゃんの目線なのか？ちょっと変なこと言わないでよ。変な雑誌の読みすぎ。だいたい元々の階段だって眉唾なのに。でも〇〇さんが行方不明なのは本当じゃない。いつも元気な四角四角さんまで今日は休んだし、まさか。国会は終わらない。懺悔室の明かりはとうに耐えたのに。あの時あの人の願いを殺した罪を償うには足りぬ。この魂が極楽へ帰ることはなく、この地上をまださまよう。少女の声。一階保健室。電気のスイッチどこだっけ？始まるのか。あ、つつがザンクさんだね。うん。警備員の人に事前にお願いした通り、警報は切ってもらってるみたい。よかった。夜の学校に来るのは初めてだけど、うん。でも、頑張って手がかり探さなきゃ。新聞部の生徒がこの学校の階段を調べるとクラスで話して翌日から行方不明。あ、そうなんだ、この子が。それからずっとおかしなことが続いてる。ないはずの階段を見たとかみんなその話ばかり。その上、他の生徒も急に音信不通になって欠席したり、学校も学校で口外しないよう念を押すばかりだし。もう、このままでいるのは限界。せめて何が起きてるのかだけでも知らなきゃ。強いな。この女子校には何か謎があるようです。いろいろな場所を調べてそれらを見ていきましょう。このゲームの多くのものは調べられます。調べると攻略に直接の関係ないいわゆる世界観の補足のためのフレーバーテキストが表示されます。かわいい。フレーバーテキストって言ってるね。消火器が。例、攻略に無関係な消火器を調べた場合。ああ、こうやってフレーバーテキストとか言ってくれんだ。ゲーム進行に必須の調査箇所に近づくと、そのオブジェクトに目印がつきます。例、重要な要調査箇所に近づいた場合。I am important. そうなんだ。ハゲハゲって、ホゲホゲ。どういうことだ
いや、セーブできる。あ、記録するんだな。オッケーオッケー。学校でなんかこんなさ、階段がさ、流行ってるからってさ、夜学校行って調べようとか思えないですけど、僕。外は暗い。日はすっかり沈んでしまった。なるほど。消灯時間はとうに過ぎてるし、寮へ戻る時間も過ぎてしまった。使った後はちゃんと片付けよう、という言葉が思い浮かんだ。外は暗い。日はすっかり沈んでしまった。あ、そんだけか。蓋付きのゴミ箱、使用済みのガーゼや包帯などが捨てられてる。聖テオフィロ女子高等学校の案内プリントだ。受験生ではなく保護者向けの内容になってる。何なんだろうね、ここら辺のやつ。生徒から押収された雑誌や漫画が積まれてる。教員や生徒の息抜き用に、宿直室や寮の共用図書になるのだ。あ、そうなんだ。なんか面白いやつとか入ってたりすんのかな。あ、なんか暗いな。生徒に配布されたプリントだ。昨今の風雪に関する相談窓口の設置のお知らせとある。なんでこんな怖い風に書いてあるんだ。不安だったから相談したの。これ以上風評を広めるなの一点張りで全然こっちの話を聞いてくれなかった。あ、そうなんだ。担任の先生に、まず話せばよかったのかな。でもあの人なんかずれてるしな。歩く？学校の予定が書かれてる。あ、なんか矢印出たってことはこれ調べろってことか。オッケー。生徒たちの最近の相談が教師の手によってまとめられてる途中だ。1、学生たちの一部が計画的ないじめを企んでる。そうなの？学内に部外者が出入りし、学生がそれを見た。あー、この学校の階段のことそういう風に思ってんのか？パソコンにはパスワードがかかってる。詳しい情報この中に入ってると思うんだけど。よく考えたらさすがに勝手に PC ログインして個人情報を覗くのはダメだよね。履歴でバレるし、そうだね。健康の定義、コツコツ健康講座、不眠解消編、健康や応急手当に関する本が揃ってる。まあこれ見てみるか。道具とか生徒手帳、階段のことがまとめられた不思議な手帳、使用することでゲーム内の単語の解説が見られる。すご。かわいい。なんて書いてあるのかもうわからないよ。吉梨柊とかかな。吉梨柊。まあそんだけか今のところ。吉梨柊の生徒手帳ってこと？2-1 の生徒たちの出血や健康状態が記録されてる。見知った名前にチェックが入っている。彼女はこの2日の間、全く連絡がつかない。回想記録01、3日前。2-1、教室帰りのホームルーム。歩く。担任の英語教師。朝のホームルームで言った通り、吉梨天音、これで天音って読むの？すごいな。君が、先日から連絡が取れず寮にも帰ってないそうだ。何か事情を知っている人がいればすぐに教えてくれ。それとしばらく部活禁止だ。速やかに寮へ戻るように。それと不審者に遭遇したらすぐに俺たち大人を頼ること。わかったな。以上解散。何なんだろう。事件が起きて不安になってきちゃったな。階段もだけどどうしちゃったんだろうこの格好。あーでも部活禁止ってことはイハッちゃんと一緒に帰れるかも。イハッちゃん補習とかなかったら一緒に帰ろうって誘ってみよっかな。イハッちゃん？あ、動かせんの？階層で？私が？ね、聞いた？隣のクラスの子がね、見たんだって。放課後忘れ物を校舎に取りに聞いたら、裏庭からカラーコーンの怪人が。カラーコーンの怪人？何それ？さっきのやつ？私も実は昨日休みだったこの机に何か黒いものを見たの。エコは？ねえ、カラーコンの怪人もいるんだったら、悪魔の卵の階段ももしかして。何それ聞いたことないんだけど。ちょっと何見てんの。瞳様作ってるとこなんだから、あっちに行きなさい。何瞳様って。ああ、もう絶対に誰かに押し付けてやる。私は恨まれるような人生なんて歩んでないのに。ブツブツ。どうしたの。瞳様って何なの。生贄に捧げるみたいな技のやつなの。ねえ、階段ってやっぱり実在するのかな。それで調べようとしたら新聞部みたいに消されるの。わかんない。だったらラジオ持ち込み禁止って変な拘束も、デッドマンの回電波を受信しないためなのかな。何デッドマンの回電波って。詳しく教えてよ。学校の階段を調べようとした新聞部が階段の一部になってしまうなんて皮肉だね。あ、こういうこと言ったの。津島さんに言わないでね。あの人真面目だし、ふざけた雰囲気とか嫌いらしいからさ。私だって誘拐犯とかが学校にいるかもって不安だけどさ。でも、どこか他人事で笑い話にしちゃうんだよね。そういう態度もあの真面目な津島さんにとっては、この学校の生徒にあるまじき許せない振る舞いなんだろうね。いや、普通に考えて、だって、
友達が行方不明とかになってんのに笑い話にできるお前の精神力おかしいわ。掃除道具が入ってるロッカー。廊下にもあるせいか中はぎゅうぎゅうではない。あ、そうなん、ぎゅうぎゅうではない。メモ用紙に人の姿が書かれたものがたくさん捨てられている。あ、これが瞳様ってこと？一週間分の予定と学校の風紀に関する話がある。なんだろう。新聞部が作成した学内新聞が掲載されてる。今週の小テストの復習範囲、あ、そんなの書いてくれてんの。図書室の新刊告知、今週の言葉、今週の言葉、工事による立ち入り禁止のお知らせ。役立つ記事が満載で、他の掲示板の役目はほぼ奪っている。今週の記事は、吉梨、なんだっけこの子、あやめさんだっけ、さんが書いたらしい。もう読めなくなっちゃってるよ。教室ごとの掲示板がある。屋内プールの鍵が紛失しました。マスターキーを使ってますが、水泳部の皆さんが困っています。セキュリティ的にも問題です。持っている生徒は至急返却するよね。こういうのあるよね。逆に返しづらかったりするもんね。学校教室にある道徳啓発とか読書習慣を育むのを兼ねた。なんかそういう本棚だ。あ、そうなの。長い二風だけ。いや、江戸川乱歩や、海の十三など、など、黒岩類化の、海外文学翻訳や、直木35など、チョイスが渋い。なんだろうそれ、関わってくる。いい感じの早朝の出血簿が置いてある。ここの学校の特注品らしい。担任のスケジュール帳が置いてある。筆記体で、ルーク・ネルソンと書いてある。オッケー。あなたが、イハッちゃんかな？カバンの中には教科書と隠し持っていた漫画と、聖テオフィロの理念と、遠隔のハンドブックがある。何それ？そんな毎日持ってんの？学生。よ、イハッちゃん。彼女は私の友達。水戸塚イハチ。あ、絶対イハッちゃんじゃん。ん？帰る準備してるの？教室にどの教科書置いていこうかなとか、あ、置いてってるタイプなんだ。もうちょっとだけ待ってね、ザッチ。すぐに一緒に帰ろうね。いつも明日を楽しく過ごすことを考えてて、すごいな、イハッちゃんは。見習わないと。そんなバカなことを信じてあげく、君は人生の一部を割くって言うのか？え、どうした？なんだあいつ。津島葉桜。放課後自己鍛錬も奉仕精神も養うこともせず、根拠不明な噂に踊らされ、あげくそれを流布するとは。君たちはそれでも聖テオフィロ女子高等学校の生徒なのかい？え、なんなのそれ。この、なんなの？みんなの見本であれみたいなこと？何よ、別にいいじゃない。別に誰かの悪口言ってるわけでもないのよ。こういう話を聞いて怖い怖いって言うあいぐらい。私たちの勝手でしょ？何を言う。失踪者が出ているのだぞ。それに対し、危機感を持たず娯楽として消耗するなど、あ、確かに、真っ当なこと言ってる。そのような精神性が、学び屋のあり方を冒涜するのだと知れ、言葉遣いがなんかちょっと大人びてますね。なぜ普通に過ごしてくれないんだ。ただ、この学校には平穏な思い出を残したいのに。え、どうしたの？なんか、話聞こうか？ファミレス一緒に行く？津島ちゃん随分怒ってたね。ま、人が行く平面なのに茶化してたらそうもなるかな。まあ、確かにね。吉梨さん、まだ連絡つかないんだっけ？寮にいないだけじゃなくて実家にも音沙汰ないなんて。外出届、もう提出されてなかったって聞いたよ。警備員さんも映像記録に外出の跡はないって言うし、じゃあもうそういうことじゃん。それにこないだの放課後、吉梨ちゃん本人が言ってたね。昔から伝わる学校の怪談、その正体を今度暴くって。あれは私も聞いた。びっくりしちゃった。そのこともあって階段に関わったせいじゃないかって。宣言した次の日に、外に出た形跡もなく急に行方不明、階段の仕業って思うのもわかるな。それからずっとこんな感じだよね。修行前も休憩時間もずっと階段を見聞きした話ばかり。正直疲れてきちゃった。部活は活動停止だけど、事態は依然解決しないまま。ザッチ、あんまり気を張らないでね。え？あ、いや、ほら。ザッチ、すぐ周りに飲まれるから。あ、そうなの？行方不明の原因もわからなくて怖い。けどさ、本当に階段があるとか幽霊とか信じちゃダメだよ。姿のない警備員の階段って、結局、機械警備の普及で常駐しなくなったってオチだったし。あ、どうした？津島ちゃんの言ってた通りじゃないけど、目いっぱい遊んだりして気にせずいつも通り過ごそう、ね。明るいな、この子。うん、ありがとう。イハちゃん。イハちゃん、ごめんね。約束破っちゃった。だって、どうして？いなくなっちゃったの。え、イハちゃんがいなくなっちゃったの。泣いてる。
え、もしかしてザンクちゃんがめちゃくちゃこのことさ気にしてたから、ちょっと親友がめちゃくちゃ気にしてるから私ちょっと調べちゃおうとか言って調べてくれてたのかな。こぼれた涙がじわりと出席簿に後をつける。そこには生徒たちの出血や健康状態が記録されている。水戸塚伊八無断欠席バツバツってことは2日間休んだってことか。尾行姉妹実家両方に連絡を取るが消息不明。吉梨なんだっけ、天音と同様に校内で行方不明の疑惑。オッケー、そんだけか。じゃあ行くか。あ、なんだ音怖えな。そういえば無線機の使い方ちゃんと覚えてるだろうか。何無線機って。一度机など物が置けそうな落ち着ける場所でちょっと使ってみよう。へえ、ここ、あ、ここか。ザーザー、無線から聞こえる男の声。おいおい、聞こえてるなら返事をくれ、どうぞ。ザンクは慌ててスカートの裏にくくりつけていた無線機を取り出した。それは女子高生が持つには大きく、また不釣り合いで、不慣れな手つきからも彼女の所持品ではないのは明らかだそうなんだ。あ、はい、こちら臨時周平1号です。何これ、何遊んでんの。どうぞ。よし、こちら防災センターなんちゃって、宿直室の階段さんだ。学校には入れたかい。どうぞ。はい、入れました。あ、忘れてました、どうぞ。うんうん、即席にしてはできてる方だな。わしに代わって校内の巡回をするのは任せられそうだ。何、宿直室の階段さんってどういう人なの、怖いんだけど。ごめんなさい、突然夜中に受付で校内に入らせてなんて言い出して。どうぞ。いいんだ、わしも忙しいし、夜中の巡視くらい代わってくれる人手がいるのはぜひともというところだ。そういうわけでお前さんは臨時だ、巡回開始。了解。校内の隅々まで巡回してこい、どうぞ。ありがとうございます、了解です。未解決失踪事件に怪現象だ。本来ならわしは止めるべきだっただろうが、わしには止める義理もない。せいぜい調べたものを、調べたいものを調べな、お嬢さん。はい。道具に無線機が追加されました。宿直員の警備員と相談できます。ほとんど雑談ですが、あ、そうなの。手帳には誰かがまとめた学校の情報があります。ゲーム内に登場した単語の情報を閲覧できます。え、でもさ、こんなさ、深夜の学校でさ、無線機のジージーみたいな音さ、めちゃくちゃ怖くて嫌なんだけど。壊すと買収してもらうぞ、10万はするぞ。使用することで警備員のおじさんと相談できる。この学校の寄付って聞く。宿直室の階段さんだ、どうぞ。何これ。通り中なんかなの？はい。保健室を調べ終えたところです。でも、教師側もまだ把握してないみたいです。わしはここに勤めて長い。ここの教職員の癖は、寄付は知っとるつもりだ。あ、そうなんだ。その上で言う、今回、教職員は怪談事件を把握していないはずだ。ああ、なるほどね。期待するな。学校に潜む情報を自分で集めろ。幸い、お前さんが持ってる手帳は当たりだ。どういうこと？当たりですか？うむ。怪談を冷静に調べてある。その内容と学校の探索で情報を照らし合わせる。ああ、じゃあこれ、吉梨さんの手帳かなんかを拾ったのかな。そうすれば多分お前さんはこの学校に隠された真実の一端に近づけるだろう。はい、了解です。ま、真実に近づくことが正解だとは言わんが。何なのお前。お前の立ち位置よくわかんねえんだけど。この生徒手帳、あ、めっちゃ書いてあんじゃん。水戸塚伊八。カラーコーンの怪人、悪魔の卵、瞳様、ルーク・ネルソン。ルーク・ネルソンなんか関係してくんの？よくわからんねえ、まだ。ああ、まあ、いいのか。特に大した話はしないんだ。じゃあ、おっさんとは。この最初の部屋で18分過ごしてます。なんだろう、新聞部が行方不明になってから階段が流行ってること、伊八ちゃんが消えたこと、全然手がかりはないけど、とりあえず普段は寄らないような場所や真面目に見てなかった掲示板もしっかり見てみよう。怖いけどここまで来たらやるしかないよね。よしよし、頑張ろっか。避難するときに使う非常扉だ。訓練のときにしか開かないともっぱらの噂。まあそりゃそうでしょ。夜中にトイレとか超怖いな。行ってみるか。いや、音怖えな。ただの鏡だ、そうだろうな。ただの鏡だ、そうだろうな。ただの鏡だ。うわ、なに、え、なに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 、めっちゃ追いかけてくんじゃん、こいつ。なに、なに、なに。え、なに、あいつ。え、なに、ここ。え、なに、あいつ。え、なに、怖っ。月刊帝都オカルト探検隊と銘打たれた。
開校20年発行、随分古いオカルト雑誌だ。恐る恐る中身を開く。特集、旧国都の某女子校の本当にあった怖い話。旧国都は戦後〇〇政策によって打ち捨てられた地域だ。土地が安いこともあり、工場や学校が多い。そうなんだ。この某女子校は戦後すぐに設立され、歴史あるお嬢様学校だ。ここのことかな。しかし同時に多くの階段、陰湿な慣習も潜んでいる。トイレの赤子さん、3番目のトイレを3回ノックしてはいけない。あ、そうなの。閉じ込められた赤子さんに目をつけられてしまうから、ここから出してと助けを求めてノックを永遠に返すのだ。怖っ。赤子さんはいじめで、トイレに閉じ込められた生徒とも、妊娠した生徒がトイレに流した赤ん坊とも言われている。え、そんだけ同じ、やれってこと。嫌なんだけど。あ、うわぁ、ただの鏡だ。じゃあもう絶対怖いこと起こんじゃん。マジかよ。いいの？怖っ。あ、ってことは、ここ3回やれってことね。オッケーオッケー。これは？掃除用具が入ってるロッカーだ。立て付けが悪いのか開かないようだ。何かが入ってんのかな？まあ、いっか。じゃあやるか、一旦こいつ。1、あ、2、3。うわぁ！叩き返されてる。こんな夜中に誰かいるの？あ、なんだ、こんくらいね。こんくらいのホラーなら余裕だぜ。特に変わったものはない。本当かな？なんか大暴れしてんな。ああ、なるほど、なるほど。オッケーオッケー。この程度なら余裕だわ。鏡は何もやってこないの？さっきなんかさ、足跡みたいなの来たのは何だったの？はあ。もういいんだね。これ鏡何もやってこないってことでいいんだね。じゃあ行くよ、私。もう行くからね。ああ、また読んじゃ、ん？恐る恐る中身見る。関係ないんだよね、もうこれ。3回ノックしてはいけない。まあ、でも3回ノックしても大したことなかったからな。よし、行くか。さて、何すればいいんだろう。こっち？うわ、こっちかよ。何ここ。芥川龍之介短編集1がある。背表紙にセラベルが貼ってあるので、図書室の本なのだろう。図書室の本をこんなところに置きっぱなしだなんて扱いがずさん。そうだね。いつまで経っても廃棄されない埃の積もったピアノ。弾くと怪人を呼び寄せるぞ、ともっぱらの噂。マジ？じゃあ弾かないとこうぜ。使えそうで使えない程度のガラクタが捨ててある。埃を被り始めている。これはいけない。やばいぞ。何がやばいの？新品の掃除用具が入っている。一斉点検の際に古びたものを捨て、ここから補充するのだ。ああ、あったよね、こういうとこ。確かに。そんくらいか。折りたたみの椅子が立てかけられてる。屋外のイベントの際持っていくのに都合がいい。折りたたみの椅子が立てかけられてる。複数持ち上げようとすると地味に重たい。あ、そうだよね。なんかあるわ。体育館とかにさ、椅子並べるみたいなことやってたりしたわ。元学校の階段、水の湧くバケツだ。そうなの？ここのバケツはいつも水が溜まってるらしい。怖っ。だがその実態は、掃除の時に雑巾絞りに使うのだが、生徒がしっかり捨ててないので水が溜まってるだけだ。なんだそれ。全然階段じゃねえじゃねえか。床の底の方に水が溜まってる不吉だ。ボウフラが湧いたらどうしてくれるのだろうか。ここのホワイトボードには匿名の悪口が書かれることも、消そうとした人の悪口があったら大惨事だ。なので、無関係の部外者が来た時に頼んで消してもらうらしい。そもそもこんな場所に掃除当番はない。変な噂だ。あ、確かにね。人の目が届かない階段の下にあるので、生徒同士の伝言にこっそり使われてる。あ、なんか楽しそうだな、そうやって思うと。そうなの。じゃあピアノ弾いてみるか。怖えな。よし。弾いてみよう。あれ、乗れねえ。乗れねえ。なんだこれ。あれ、ピアノの方いけないのか。あ、じゃあ弾けないんだ。じゃあ、いっか。なんだ、ここ。なんだ、これ。こんなとこにカラーコーンなんてあっただろうか。なんだろうね。あ、てか、なんかスマホみたいなの落ちてんな。私のスマートフォンないと思ったら、下駄箱で落としてたのね。あ、そうなの。おっちょこちょいだな。やっぱり学内だと電波は不安定ね。新聞部が失踪した頃からずっとこんな感じ。スマートフォンを使用すると今までどんな行動をしたか振り返ることができます。学内では新聞部の吉成さんが失踪して以来、電波状況が悪く、通信には使えないようです。残念。あ、そうなんだ。オッケー。ザンクの私物、防水仕様、ラジオアプリは入れてない。
仕様でゲームでの行動を振り返ることができる。なるほど。夜、警備員のおじさんに頼んで学校に侵入、女子トイレで怪事件に遭遇する最近の怪談ではない。どういうことなんだろう。でも鏡見れたのに鏡何も起こんないとかある？普通。これ出れんの？せっかく上げてもらったのにここで戻るわけにはいかない。そうなの？じゃあもうあの謎の。昇降口にある靴箱だ。生徒数よりも口が多いので空きスペースが物置に使われてる。あ、そうなんだ。ちょっと、あと一回だけ。消火器だ。当然使える新品のものが置いてある。ちょっと、鏡何も起こんないとか絶対ありえないだろ。何かしなきゃいけないのかな。でもそういうもんなのか。なんか。これを3回やっ、うわぁ。まあ。こうなって、さっきの足音はどうだった？足は何だったの？足は。まあ、いっか。じゃあ何も起こんねんだ。ここ行っちゃダメってことか。2階登っていいのか。まだ1階を調べてない。自分たちの教室もよく調べてみよう。じゃあこっち行くの？行こっか。カラーコーンの怪人の噂。どうして学校内に立ち入り禁止があるのか考えたことある？それはね。見てはいけないもの。知ってはいけないもの。それがまだこの学校に潜んでいるからなんだよ。まるで何かを隠すようなそんな学校の階段。たびたび下に出てくる文字は何なんだろう。一度知ってしまったら最後、常識も全部壊れちゃう。それを見たくない。それを見せてはいけない。ってね。すべての情報を遮断して、すべての人を遠ざけるためにおかしくなってカラーコーンになっちゃうの。あ、そういうのがカラーコーンの怪人ってこと？バカらしいと一周するにあまりも今の状況がとか書いてあったな。何なんだろう。なんだここ。人一人入れそうなロッカーだ。兵所はなんとなく嫌だなと思った。いや、嫌でしょ、それ。そんだけ？学内向けの掲示板だ。部活の勧誘、図書館の返却催促などが貼り出されてる。屋内プールの教室が鍵が紛失中です。所持している生徒は至急返却するように。あ、そうなの？生徒番号、バツバツ004、芥川龍之介、短編集1。あったな、さっき。オッケー。まあ、芥川龍之介のやつ、じゃあ取りに行ってやるか、先に。これ、必要だったよね。あ、持っていこうか。返却期限が過ぎた本ってこれのはず。どうしようかな、持っていこう。一応セーブだ。順調。じゃあ私たちの教室入ってみるか。2年生のクラス。新聞部の吉梨さんや対馬さんはここの在籍じゃない。あ、そうなんだ。掃除道具が入ってる廊下。廊下にもあるせいか、中はぎゅうぎゅうではない。あ、これ、読んだ。瞳様がたくさんある。ゴミ捨て当番の人に見つけてもらうようぎっしりと。じゃあゴミ捨て当番のやつ、1週間分の予定、ゴミ捨て当番のやつが、なんだ。ゴミ捨て当番のやつがなんか、恨まれるとかなの？ここのなんか、椅子だけ裏返しになってんの。あ、てことは？ここになんかあるとかはないんだね。オッケー。じゃあ普通に進めてこっか。イハチの机だ。椅子を引き、机の中を探る。何か手がかりがないかを漁る。何か手がかりがないかな。直前に何かしてたとか。あ！机の中にメモ用紙、これまさか。顔のない人型、瞳様のおまじない。なんだそれ。聞いたことがある。瞳様の噂。まるで恋のおまじないのように、みんなが気軽にするもの。誰かに呪われたとき、誰かに恨まれたとき、他の誰かを身代わりにしちゃえ。その本質は責任転嫁。顔のない人の何かを用意して、それを隠そう。偶然それを見つけた人に全部押し付けよう。うわ、怖っ。あまりに無邪気に罪が犯されていく。大丈夫。だってみんなやってることだから。みんなやってるからってやっていいと限らんだろ。無線機の話が切り替わりました。あ、そういうのがあんだ。瞳様が書かれている。瞳様を見つけた人は確か。うわ、誰か身代わりにされるんだ。何急にびっくりしてくるんじゃん。嫌だ、助けて。どうしてこんな目に遭わなきゃいけないの。私何もしてない。放課後に学校に忘れ物を取りに来ただけなのに。誰？イハッちゃん？うわ、イハッちゃんじゃん。何あれ？悪ふざけなの？そう、だよね。だって誰にだって、あんな真似できるもん。いるわけないじゃない。いるわけがない。カラーコンの怪人だなんて、ただの、ホラー話なのに。あ、いや、何？人の姿をした。顔のない誰かが立っている。怖っ。
カラーコーンをかぶっただけの女学生、それだけなのにどうして私足すくんでんだって、首らへんが赤いもん。ゆらりゆらりと、そいつはゆっくり迫る。逃げなきゃ、捕まったら無事じゃ済まない。俺がイハッちゃんを動かす。いやー、誰か助けて。いや、だってそっちが逃げたらもうダメだろ。そっち側はダメだろ。叫んだところで誰も来るはずがないと、すぐに気づく。一連の連続失踪事件のせいで部活動は禁止だったから、放課後の校内にいる人なんていないんだから。ハウ、ハウの手入れ。さらに、奥へ逃げる。合ってるかな、呼び方。身を隠さなきゃ、閉じこもって耐えないと。じゃないと捕まったらもっと恐ろしいことになる。隠れようとした一番奥の個室は開かなかった。どうして、誰かいるの？誰かいるなら助けてよ。どうして開かないの？山そこ開かないし、もうノックあんましない方がいいぞ。次はどこに行けば？あ、ロッカーがあるな。トイレの一番奥にロッカー。そうだ、そこにしか。もう。ロッカーを開ける。間に挟まっていた紙片が落ちたが、気にする暇なんてない。その中に身を寄せればしばらくは本当にでも瞳様だったぞ、今の。だけどロッカーの中は、今までの恐怖を上書きするほどのものがあった。何？そこには本来あるはずの掃除用具がなく、黒い何かがあった。何これ？黒い泥のようなものを持ったそれが、だいだいと黄色の間のような色、肌色のことに、ゆっくりと気づく。それが黒いもので絡み取られた。人間の生首だと分かったとき、私は絶叫を上げることも耐えられなかった。いや、何これ？怖すぎんの？何これ？どういうこと？うわぁ、歩いてる途中でゆらりとカラーコーンがつまずいた。傾いたか。そしてカランと赤い無機質は、覆いが、やばいわ、ちょっと怖すぎて、ろれつ回んなくなってきた。そしてカランと、赤い無機質な覆いが落ちる。見たくない。でも、目が勝手に怪人の頭の方へ吸い寄せられる。うわぁ、怖すぎんだろ。頭部だけがぽっかり開いた怪人がそこにいる。こちらを向き、私のそばにいる。あ、さっきの顔ってことか、じゃあ。そして気づいた。このロッカーの頭のこと。目の前の頭のない女のこと。学校の階段は嘘なんかじゃなかったんだ。怪人は前方へ手を伸ばす。私は動けなかった。声も出なかった。いや、そこで私は目を閉じた。マジかよ。そこからの記憶はないです。私、動けないままです。頭、動かない。周り、真っ暗。一部だけ光見える。首から下、何も感覚がない。うわぁ、入れ替わられたんだ。手足、何も感じない。助けて、お姉ちゃん、私。まだ、生きていたい。どうすりゃいいの？これ助かるの？もう助かんないよね、絶対。助けて。いや、何これ、きつ。はぁ、精神的にやられるやつか。瞳様が書かれてる。オッケー。よし、一旦ここまでに しとこう。めちゃくちゃ短い動画かもしれないけど、精神安定的にここまでにしとこう。無線を聞こう。瞳様の由来を聞こう。宿直室の階段さんだ。どうした？何かあった？ちょっと不安になっちゃったんです。イハちゃんの、私の探してるこの机から瞳様が出てきたんです。あれ自体は前々から流行ってたけど、どうして今、イハちゃんの机の中から。ああ、そりゃ怖くなるよな。にしたって瞳様ね。みんなさ、ああいうまじない好きだよな。不幸の手紙とか合格祈願とか千本針とか。全然知らんわ。千本針そうだよね。全然聞いたことないね。ま、あまり気にしなさんな。と言っても今の状況じゃ何の慰めにもならんよな。不安があるのも当然だ。その上、それ自体が息の長い呪いだ。なんたって、わしがまだ青2歳の頃からあるからな。この警備員って本当に普通のおじさんとかじゃなくて、階段なのかな、この人も。あ、だったら、瞳様の名前の由来とか知ってたりします？あれの由来が知りたいんか。ちなみにお前さんは何だと思う？そうですね。下の名前が瞳って子が始めたからだとか。そうなの？なんか、そうなのかな？はは、お前さんはそのままでいた方がいいな。教えてくんねえの？どういう意味なんですか？切られた。なんなのあいつ。口から滑りそうになったから、思わず無言で切ってしまった。これは悪いことをしたの。いや、だってさ、深夜の学校にいんでしょ。怖えわ。無線急に切られたら怖いですよ。どう考えたって瞳悟空の瞳だろうに、それも知らないなら言わん方が正解だよな。いや、どうかな。にしても、
どうしてあんなものが学校内で流行ったんだ。自分が受けた悪意をそんなに他人に押し付けたいのか。いや、そりゃ自分に害がなされるなら払いのけたいでしょ、人は。いや、怖っ。ちょっと怖いわ、このゲーム。それなので一旦ここで休憩します。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。